い、今日はレアルマドリードキャンプ2022 MVP を受賞した伊藤壮亮君に来てもらいました。最近私のインスタグラムにもよく出演してくれていて、もしかしたらご存知の方が多いかもしれません。彼のサッカー選手としてのプレースタイルは、サッカー IQ が高いのはもちろん、何より足元のテクニックがめちゃくちゃ優れています。最近は私の方に直接 DM で、壮亮君は一体どんな練習をしているのですかとよく質問が来ます。その質問に答えれるように、今日はしっかりと壮亮の自主練の様子を収めていきたいと思います。では今からやっていきましょう。バモス。それではまずはボールの紹介からお願いします。このボールは3号球の大きさで5号球の重さのボールです。このボールは大きさは5号球ですけど4号球の重さです。アヤックスなどいろいろなチームで使われているからです。